俺はミツル。とある田舎で、嫁の千鶴と二人の子供との四人家族で楽しく暮らしている。俺にとって、この町は生まれ育った故郷だけど、千鶴にとっては少し違う。そのあたりのことは、俺と千鶴が出会った頃の話にも関係してくるんだけど、今日はそれも含めて詳しく話そうと思う。ちなみに、子供たちにこの話をしたら、俺と千鶴はまるで漫画みたいな恋があったんだなって驚かれたよ。俺がちょうど高校2年に上がった春のこと。俺のクラスは3年生に転校生が来たっていう噂で持ちきりだった。なんでもとんでもない美女でスタイル抜群。その上頭もいいんだとか。しかも東京の学校からこんな田舎に引っ越してきたとかで、学年が違う俺たちのクラスでも噂になるほど注目されていた。新学期が始まって3日くらい経った時、俺は初めてその転校生を見かけた。廊下の向こう側から歩いてくる姿を見て、すぐその人だと分かった。東京から来ただけあって、他の生徒とはなんだかオーラが違う。足も長くてスタイルもいいし、噂通りの美人で髪もサラサラ。テレビに出てるアイドルの中にいてもおかしくないと思った。そんなことを考えながら、俺は普通にすれ違おうとしたんだけど、転校生は俺の顔を見ると足を止めて声をかけてきた。君、名前は？え？名前は？何年生？2年のミツルです。ミツル、ミツルね。ずっとここに住んでるの？そうですけど。眩しいくらいの美人が俺に顔を近づけてきて質問してくる。俺は突然の出来事にテンパってしまった。こんな美人とこんな近い距離で喋るのなんか生まれて初めての経験だ。俺が思わず後ずさると、彼女もそれに合わせて歩幅を詰めてくる。数秒間至近距離で見られていたけど、彼女はやがてなぜか大きく息をつきながら俺から離れていった。私は千鶴、この間転校してきたの。噂で知ってます。そう、それなら話は早いわ。ミツル、付き合ってくれない？え？放課後、俺たちは一緒に商店街に来ていた。千鶴が引っ越してきたばかりだから町を見て回りたいと言って、なぜか俺を案内役に任命したからだ。付き合ってと言われて一瞬ドキッとしたけど、町を見て回るのに付き合ってという意味だったわけだ。この町は寂れているし、遊ぶ場所も少なくて、東京から引っ越してきた千鶴にとっては面白くないんじゃないかと思っていたけど、千鶴は意外と興味津々で、公園や小学校、商店街なんかの地元民が行き慣れているような場所ばかり見たいと言ってきた。商店街を歩いていると、千鶴がぼそっとつぶやいた。この辺りも変わったわね。え？聞き取れなくて聞き返すと、千鶴は少し怒ったように、別に、何でもないわよ。と言った。それより、この近くにカフェはないの？一応ありますけど、東京にあるようなおしゃれな店じゃないと思いますよ。それでいいのよ。私、コーヒーが飲みたいの。案内してくれる？はい。俺は唯一知っていた喫茶店に千鶴を案内した。俺が生まれる前から商店街で営業しているという店で、マスターはコーヒー一筋40年みたいな歴史のあるところだった。店に入って二人分のコーヒーを注文すると、千鶴は言った。何よ、すごくおしゃれな店じゃない。そうですか。ちょっと古臭いっていうか、東京の人の趣味じゃないと思ったんですけど。古臭いじゃなくて、こういうのはアンティークっていうの。それに私は東京の人じゃないわ。え、違うんですか？あ、えっと。
そのタイミングで注文したコーヒーが運ばれてきて、話はうやむやになってしまった。コーヒーを一口飲んだ千鶴はパッと明るい笑顔になった。おいしい、私このお店好きだわ、気に入った。それならよかったです。今日はいろいろ案内してくれてありがとう。おかげでいいカフェも知れたし、みつるに頼んでよかったわ。でもなんで俺なんですかと、俺は一番気になっていたことを聞いてみた。廊下ですれ違っただけなのに、いきなり付き合ってなんて言われたから、最初は何事かと思った。それは暇そうに歩いてたからよ。暇そうって、ただ歩いてただけなんですけど。暇そうに見えたのよ。それにミツルならちゃんと案内してくれると思ったの。勘が当たってよかったわ。ああ、そうですか。でもびっくりしましたよ、いきなり付き合ってとか言うんで。恋人になりたいって意味だと思った？まあそうです。でも普通に考えてありえないですよね。そう？もし本当にそういう意味で付き合ってほしいって言ったらどうする？千鶴はそう言ってまっすぐ俺の目を見てきた。その顔は真剣だった。冗談を言ってる雰囲気じゃないから、俺も真面目に答えた。付き合えません。どうして？と聞いた千鶴は悲しそうな表情を顔いっぱいに浮かべていた。俺は子供っぽいって笑わないでくださいよと前置きしてから、俺自身の恋愛について話し始めた。俺、初恋の人がずっと好きで忘れられないんです。その子は俺が小二の時に引っ越して以来どうしているのかわからないんですけど、もう一回会えたら気持ちを伝えたいってずっと思ってて、だから他の人とは付き合えません。小学校低学年の時に近所の公園で一緒に遊んでくれた女の子、通っていた小学校は違ったけど一番仲が良かったのがその子だった。その子が引っ越す時はお互いに泣きながら、また絶対会おうねと約束したんだ。もう一回会えたらって言うけど、その子の顔は覚えてるの？はっきりとは覚えてないですし、向こうも成長してるから自信はないけど、でも千鶴さんにちょっと似た感じで、可愛くて優しそうな感じの子でした。その子の名前は？実はずっとあだ名で呼んでて、本名は知らないんですけど、ちーちゃんって呼んでました。ちーちゃんね。私は千鶴だけど。ん？はい、そうですね。千鶴が何を言いたいのかわからなくて聞き返すと、はぁ、と大きなため息をつかれた。どうしたんですか？あのね、私の顔をよく見て。え？いいから見て。何か思い出さない？千鶴は突然俺にキスしそうなくらいの至近距離まで近づいてきた。相変わらず眩しい美人だけど、見れば見るほどちーちゃんに似ているような。私もね、昔この町に住んでたことがあるの。小学校3年生の時に引っ越しちゃったけどね。まさか千鶴さんがちーちゃん？そうよ、私に似てるって言っておきながら、なんで今まで気づかないわけ？私は高校の廊下でミツルの顔を見た瞬間、あの時の子だって分かったのに。ってことは、千鶴さんも俺を探してくれてたってことですか？それ以外に何があるの？この町に戻ってきたのは偶然だけど、絶対にもう一回会おうって約束したじゃない。俺、情けないですね。まさかちーちゃんがこんな美人に成長してるとは思わなくて。私だってびっくりしたわよ。ミツルったらすごく身長が伸びてるじゃない。昔は私より小さかったのに。そりゃまあ俺は成長期ですし、
男なんで。それでさっきの質問の答えは？質問？とぼけないでよ。恋人になりたいって意味でミツルと付き合いたいって言ったらどうするの？それはむしろ俺の方からお願いします。俺は小学生の時からずっと千鶴さんのことが好きだったんです。俺と付き合ってください。やっと言ってくれたわね。待ってたんだから。お互いに小学生の頃からの思いが叶った俺たちは付き合い出してから本当にラブラブだった。俺と千鶴は学年が一つ違ったけど、学校でもできるだけ一緒にいたくて、昼休みは空き教室に行って二人でお弁当を食べたり、音楽室で千鶴のピアノを聴かせてもらったり。千鶴は東京に引っ越してから中学を卒業するまでの間ピアノを習っていたんだ。その日も俺と千鶴は昼休みになると一緒に音楽室に行った。音楽室には俺たちの他には誰もいなくて、俺と千鶴はイチャイチャしながらお弁当を食べた。はい、みつる。あーん。あーん。この卵焼き美味しいな。本当？あ、まあ早起きして頑張って作ったんだから美味しくて当然よね。うん、最高に美味しい。ありがとな。付き合ってからの千鶴はデレ多めのツンデレって感じで本当に可愛かった。俺も千鶴に対して敬語をやめて、小学校の頃よりももっと親密な距離感になっていた。千鶴が作ってくれた弁当を食べ終わると、今度は千鶴がピアノを弾いてくれた。でも俺は音楽は詳しくなかったし、正直言ってピアノを弾いている千鶴のことしか見ていなかったから、曲はほとんど聴いてなかった。千鶴はすごいな。俺も一緒に弾けたら楽しいんだろうけど、俺でも弾けそうな曲ないか？曲が終わると俺は千鶴のそばに近づいていった。千鶴は座り直して椅子を半分開けてくれたから、俺はそこに一緒に座った。みつるが弾けそうな曲はカエルの歌とか？もうちょっとかっこいいのはないのか？かっこいい曲は難しいわよ。じゃあ俺頑張るから教えてくれよ。仕方ないわね。千鶴はそう言って俺の手を握って鍵盤の上に乗せた。ピアノを口実にイチャつこうとしてたってわけだ。その時音楽室の入り口の扉が開いた。俺はとっさに椅子から降りて千鶴から離れようとした。でもせっかくいい雰囲気になったのにと名残惜しい気持ちもあった。そこで俺は千鶴の手を取った。え、ちょっとみつると驚いている千鶴と一緒に音楽室の横にある音楽準備室に入った。音楽準備室は小さい部屋で、しかも楽器や教材が置いてあって狭い。俺と千鶴は必然的にくっついて向かい合った。ごめん、もっと千鶴と二人きりでいたくて。至近距離に千鶴がいるし、音楽室に入ってきた誰かに見つかったらどうしようというスリルもあって、俺は興奮してきた。千鶴も、見つからないように静かにしないとね、と囁いた。そして突然、俺にキスをしてきたんだ。千鶴！だって、静かにするんだったら、口を塞ぐのが一番でしょ？そんなことをキスする言い訳にするのは少しおかしかったけど、ツンデレの千鶴はそういう理由をつけないと自分からしにくい気持ちがあったのかもしれない。俺も千鶴にされっぱなしだと男の直れだと思ったから、自分から何回もした。まあこういう付き合ってからの俺たちがどのくらいラブラブだったかっていう部分はさすがに子供たちには話してないけど、今現在の俺たちを見てもお互いに愛し合ってるっていうのはなんとなくわかると思う。最初にイチャつきすぎるとすぐ冷めてすぐ別れるみたいな迷信もあるけど、俺たちの場合はそうじゃなかった。ずっとラブラブなまま結婚して子供が生まれて年を取ってからもお互いを思い合っている。
些細な喧嘩は何回かしたけど、いつもいつの間にか仲直りしていた。なんといっても小学校低学年から好きで、離れてしまっている間もずっとお互いに思い合っていたんだから。そばにいられるだけで千鶴を好きだって気持ちが湧いてきて、喧嘩していることが苦しくなっちゃうんだよな。俺たちはそんな感じで、これからもずっと一緒に仲良くやっていくんだと思う。子供たちがみんな独り立ちしたら、二人でゆっくり旅行にでも行こうかと話しているよ。これが俺たちの馴れ初めだ。